日本ハムは2人目の高橋聡をマウンドに送りました。そして河野送りバントのワンアウト2塁でピンチヒッターの新井。調子がね、新井落ちてるんですけどね、外角のストレートにですね、バットをボールにぶつけたという感じですね。彼本来のでは新井です。これ初球だったんですが、そうですね、ちょっと詰まり気味なんですよ、はい、無理して突っ込みすぎましたね、絶好位置してしまいました。1点差だったもんだからね、無理したんですよね。なんとこの間に新井がホームベースまで進んでしまいました。そうですね、ランニングホームランですね、はい、このランニングホームランで3対0としました。なおも続くドイルがフォアボール、ね、さらにデッドボールの山本を置きまして7番の新井です、はい、もう球威がなくなっとる、あるいは根気もなくなっとる、はい、そういうところでね、やっぱりピッチャー変えるチャンスで新井とこのバッティングなんです。本当に、ね、絵に描いたようなバッティングでね、左ピッチャーを全然苦にせずね、はい、打ったまま高めのカーブなんですけど、理想的なフォームですね。大崎さんはもう芸術品とおっしゃってましたね。フルカウントからスピードボールにコンパクトスイングで打ち返します。ライトセンター間にツーベース、ホークスまず1点を返します。2者帰り、なおワンアウト1塁3塁で続く新井、初球にスクイズでした、はい、まあ、これもね、左ピッチャーということでね、新井にスクイズさせましたけれども、はい、成功しましたこれね。記録はキャッチャー福島のというように思ったんですけどね、久保寺が倒れて2アウトから新井です。このようにワンツーとかね、これ勝負的になりますとですね、甘いボールを投げてしまうということね、はい、これなんかですね、やはりなんかちょっとね、西武の方が選手ですね、はい、山田の方は今シーズン南海戦初登板ですが、さて、2回のホークスは新井がホームラン、追い込んでね、山田やや、コントロール甘かったですがね、これうまくすくい上げましたね、そうですね、打った新井の勝ちでしょう、はい、2ストライク1ボールからでした。この新井にも2エンド1と追い込んでからでしたね。そうですね、まあ日本ハム戦と同じようにですね、今日もコントロール甘かったですね、やはりもっとですね、ボールを掘るね、度胸というものですか、これが欲しかったですね、今日の内には今日キャッチャーフィーターだったんですけども、この新井を迎えます。まあ、左対左ということなんですが、そうなんですね、まあ、ボールは高めに浮いてますけどね、今の 変化球なんですけども、膝元に放ろうとしたボールが上に浮いてますからね、うん、ツーベースヒットでワンアウト三塁二塁、怖さがそこに出てるわけですよ ね、 そうですね、はい、バッター新井です。ちょっと詰まった当たりなんですけどね、うん、やっぱりカウンターに打たれたことがこういうふうに影響してるわけです。ドイルが帰りまして2点目、三塁と変わって新井です。前進守備の内野の間を抜けるタイムリーヒット、3対2、またホークス抜け出します。3番に入っている新井です。左対左ですね、もう全然苦にしませんね。それとまあ杉本の球がね、ちょっと高いのといつものキレがないもんですから、ね、簡単に持っていかれましたね、はい、新井のツーベース、この回の先頭ドイルがフォアボールで歩きます。3番の新井、私はね、このドイルのその判断の良さって言いますかね、躊躇なくサードへ行った好走塁を上げたいですね、そして4番のナイマンです。今日の水谷ですがね、どんなふうに思いますか。そうですね、今日はね、ストレートは掘ってるんですけどね、やはりもう一つボールは一つ分甘いですね、まあ、特にこれなんか左打者に対する左投手点数を返し5対4として7回南海です。近鉄は6回から2番手久保、新井でしたね、ツーバント追い込んだんですけどね、はい、また新井が一番流しやすい高めに入ってきましたですね、ノーアウトからと言いますか、この回の先頭新井、これど真ん中のストレートですよね、はい、まあ、両投手ともですね、今日本当にコントロール悪いですよ、石川も12勝を挙げてるんですが、ワンアウトから新井、1、2塁間です。新井は